にゃんせよ、うんちゃん TV へ、うんちゃんみお、まい、えにだじゃあ今日はですね、またこの3人で動画を撮ろうと思うんですけど、映画ではなくて、まいさんたっぷりね、時間が取れましたのでドラマを見ようと思います。やった正直ね、もう候補がね、ありすぎるんですよね。ポイントでね、皆さんがおすすめしていただいたそのドラマももちろんそうですし、プラスって今ね、もう本当に韓国で旬なホットなそういうねドラマもあるわけやしで、何見ようかなと悩んだんですが、今回はこれを見ようかなと思います。スカゴンにホムノにお待たせいたしました。今回見るドラマのタイトルはウリデレブルスでございます。これにしたんだね。はい、なるほど。本当にいろんな方がめちゃめちゃ前からずっとおすすめしていただいたんですけど、特に僕今名前挙げたこの太田方が全ての動画にすごい熱烈にねおすすめしていただいた方だったので、ちょっとね名前を挙げさせていただきました。お前さん聞いたことありますか？日本語にすると私たちのブルース。おお、これもね20部作らしいんですよ。今回も2本ずつ、っていうこと思うんですけど、まず事前情報として知ってほしいのは、まあ、僕も見てないんで分かんないですけど、コメントとかで見たその情報としてはオムニバス形式らしいんですよ。これ聞いたことありますか？分かりやすい例で言うとラブアチュアリー。わ、なんか見たことあるな。ああ、いろんな人の物語のやつ。おお、思い出した。うん、5組ぐらいの物語が並行して進んでいくというか。そういうこと、そういうこと。今本当に見た通りに登場人物がめちゃくちゃ多いんですよ。で、各々のこう物語があるんですけど、全く別々の話じゃなくてちょっとずつね絡んでるんですよ。だから同じ世界観を共有する、例えば、まあ、5組わかんないですけど、そういういろんな主人公たちの物語が同時に進行されますよっていう、こういう景色の作品のことをオムニバス形式って言うんですよ。で、舞台は韓国のジェジュドらしいです。おお、いいね。ミオも初めてになると思うんですけど、ジェジュドの方言が聞けると思います。多分ね。あと僕が今事前に知ってる俳優さんは5人ぐらいいます。5人ぐらいいて、あとは僕もあんまりわからないっていう感じですね。僕もこれぐらいの知識で見ることになるんですけど、すごく楽しみです。うん。いろんな方が、まあ、うんちゃん TV に合うんじゃないですかって、そういう感じでおすすめしていただいてたんで、じゃあ今から、ウリデレブルス、1話から2話まで、まず見てみましょう。俺もこの二人は知ってた。うん。おー。20歳の。お。知らなかった。早速もう俺が思ってた5人に入ってないとです。確かにあれやん、スルーセンの ER の人や。もう一回ちゃんと見たい。青年すごいマシ。긴장이라도잘까그래가지고신용잃고제주도베이어오오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 ちゃんとゆっくり見たいやん。あ、海も綺麗な。そうやな。あ、みんな、あんまさん？あんまさんだ。처음부터육지거슨받는게아니었마시오아는말마다거짓말담고マジでこれ字幕ないと俺わからんかもしれん。そう。めっちゃ可愛いこの人。こうやって名前で進行されていく感じかもしれない。全部すごかったね。見た。トメラ希望の名前。こんなに言っちゃったんや。いや、まあ、マルワル。リスクが크다고몇번의말씀을드렸는데사장님이가언제이가언제를말해사장님어그래주인도말씀이사장님어제대로제대로사람말아이고아니에아진짜끝까지야뭐라인년그래이늘은눈가리로확그냥씨발 이렇게존만한게진짜야
예전에 끌어가지고 한 줄넘기를 해볼까? 어? 알렉스를 끌어가지고 빨래 좀 걸어볼까? 고마워, 선생님. 우와! 빵 쪼다 같은 것들이 차빼이씨! 나! 개구리 귀때 같은 새끼야! 보다 진짜 사랑한 선적하신 승객분들께서는 やってる方じゃないですね。やられてる方なんですね。すごいよ、たまにされたことだくれ。あ、ちょっとやんだ。やっどうだ、話そう。やっまだ一緒だ、まだこれを手こそんな。あ、ゆみ、そんでる。おぉ。ちょうむね。현찰보유액만12億9000。우리동창정원이저거래못쳤다은희남편은뭐해같이하나가이를누가대답하냐무서워설마아직도늘좋아해서안가신가아이고실없이진짜씨여보한테한수너제주왔단말들었다야반갑다내첫사랑이번주금요일동창에나올거지와라고얼굴봐야지내첫사랑가와이確かにまさか連続でさあほらさあほらアンジェラかっこいい내가안고싶어서안군거かわいいのソンソンいらん사귀지뽀뽀해너양아치지둘이잠야우리심심한데뽀뽀나해볼까나너좋아나가져아니면널주든지수요우와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 너진짜네가은희한테키스했이게됐느냐네가진짜은희한테입맞췄냐고강제로억지로멋있게내가너를강제로억지로너도좋아했잖아와가꾸이링링꽝꽝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 꽝야뭐냐이쪽에서저번에누나가나집사준다고해서아파트보러왔45평바다전망아이씨미친새끼가진짜너주제에무슨아파트고바다전망뭐가지를확깎아볼까이씨야빌라거라너20평이야야너누나돈이너돈이라어누나가평생생생대리를막쳐가면서내장을팍팍긁어가면서아이상년새끼진짜이씨뭐45평이야어알았어나가이너죽으면은관짝을45평싸우지맙싸노래틀려돈은내가있는거지너는평생을거저살지니아정신없이새끼야진짜이어너데려다가아주비늘을쳐버린다이새끼야
나, 야, 근데 무슨 동창 잘났어? 빠졌대 이거 안수 어? 미친놈! 너 친구들 다 장사치 웬일하고 반일 해야 되는데 내 새벽부터 다들 경매 잔다고 반일하고 배지야 너라! 나로네 빨리 해야지 이게 새끼야 빨리 와 이 자식아 에휴 이 같은 새끼 벌어진 자크나 올려 내가 알았다 어? 그만 야이씨 야야야 관심은 쪼다 과연 야야야야야 이것들 만나고 싸운 시간이라고 우리 똘레민 공부 잘해 너 아들 명맥은 기죽이고 이번에도 1등 너 자식은 2등 야 이거 그만하라기 새끼야 그만해 이제 한때라도 사랑했던 날 봐서 이? 넌 다른 사람한테 다 순한디 인건이만 보면 못 잡아먹어서 난린디 인건한테만 손본이 드러낸 거라고 될 때 나도 나름 무지무지한 사연이 있겠지 어시 그냥 어? 뭔 사연인지 말을 하니 시야 나는 소수야 너가 나한테 뽀뽀 당해놓고 나가 너한테 당했다고야 애들한테 뻥친 거 기억하냐 말고 웃기냐? 학교에서 기절하던 네가 너무 귀여워 야 그렇게 귀여웠으면 나 좀 사귀어주지 개 자식아 나 그때 너 진짜 좋아하신디 그때 학교 가다 말고도 헷가닥 끼고 걸리면이 앞뒤 생각 안 하고 이 바다에 풍덩풍덩 겁도 없이 뛰어들고 그러신디 기억나네 가끔 너무 가난이 싫어서 괜히 우쿡하긴 했어도 그때 난 니들하고 놀 땐 곧잘 웃기도 했어 그치? 지금처럼 재미없고 퍽퍽한 모습은 아니었어 しかも横並びすごい絵だね今チェンジしてか動かせよ気をつけて학교에서기절하던네가너무귀여워
알아줘서 고맙다. 나는 야 너가 더 고마운데 이렇게 앞만 가지고 멋있어서 네가 엉망진창 망가져서 나타났으면 난 정말 슬프고 우울했을 거라. 나 청춘이 망가진 거 닮아서 이렇게 잘 자라서 내 찬란한 추억과 청춘을 지켜줘서 고맙다. 이거 내가 제일 좋아하는 노랜데 같이 듣지? 세이션 はい、終わりました。本当に何て言えばいいの、ジェジュ島を舞台にして特にこのね魚市場をまあ中心にしてね生きていくその人たちの人生というかそういう物語が広がっていくやろうなっていうね、うん、そういう感じのドラマですね。ジェジュ島っていう最初雰囲気がこう柔らかいというか、うん、なんかすごいほのぼのしたい感じかなと思ったら言葉が面白すぎてすごい楽しく見ました。あ、見よう、まずそこ、うん、1話でも2話でも笑いすぎて泣いたもん。僕見る前に言いましたっけ、ジェジュ島の方言が聞けますよって、うんうん、ジェジュ島の方言って日本で言ったら沖縄の方言みたいなもんなんですよ。だから聞いても分かんないんですよ。僕分かんなかったですよ。すごい。もちろんね雰囲気とか大体は分かるところもあるんですけど、もう特にイ・ジョンさんがウニがね話す言葉とか結構分からなかったりするんですよね。なので僕めっちゃ気になるのはこれ実際に韓国で放映してる時に字幕なかったかどうか。なるほどね、確かに字幕なしで分かるかなっていう。僕もこんなにジェジュ島の方言を全面に出してるドラマ初めて見てるんで面白いですね。マリさんどうでした？今まだこっから先が全く私は読めない、本当に触りなんだなっていう感じで見て、でもなんかちらほら知ってる人が出てきたんで嬉しかったですね。え、うん、もうマリさんも結構出たんちゃいますか？うん、自信なさげな。いや、2人が驚きが多すぎてほぼ全員にこう「わ」って言ってたから。僕はもうね もちろん全員ね推してる俳優さんなんですけど、ピヨ、うんうん、もミヨで一緒に見た作品に出てきた人ばっかりやったから、うん、分からんの1人ぐらいやったかも。逆にミヨあれやろ、あのイビアガさんと一緒にそのまま乗ってたあの人ぐらいしかないやろ、うん、いやもうそういう、もう助演とか主演とか全部ひっくるめて言っちゃいますけどめちゃくちゃ豪華です。めちゃくちゃ豪華キャストですね。まずまず誰分かりました？あの銀行に怒鳴りつけてきた、おお、あの人は分かりました。私が一回ハジョンさんと間違えて、あそうスリナムのね、そうスリナムの人、あの人はおってなりました。あとあの人は分かりました、犯罪都市なんかミオが真似する人、あなあなあなあツーの方の、ね、あそう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 、逃げ抜くジャーニー、そうそうそう、あの人、あの人はあの顔はね忘れない、服装がマッチしすぎてるし、ね、お肉のチーカー浴びてたけど、はい、本当にあの一場面かなっていう感じが。しかもめっちゃ面白かったのがやられてる方で連想されたっていう。名前がパッチアンさんで僕をドラマで見るのは初めてですね、うん、なんか申し訳ないけど髪の毛ない方にやってる。イス組のあのイメージが強いよね、うんうん、あでもあの人も知ってます。 SS 銀行の奥さんが同窓会で帰ってラッキーって言ってた人、うんうん、あの人もドラマで見ました。あだからでああと思ったんですね。そうそうそ そう、はい、全く同じ風貌だったんで変わらなかったので。あの人はどの作品出てもまんま出るから覚えやすい、うん、あとまあ忘れてはいけないワンが出てましたね。こうになった男。ああ。いや、イ・ビョンさん今回めっちゃ不思議な感じですよね、うん、すごい過去がありそうな感じもするしで、うん、まあ本当にイ・ビョンさんいろんな役するんでなんとも言えないんですけど、またね新たな演技になるのかなって僕は思いますね、うん、後輩っていうのがすごい新鮮やったもん。本当にあの可愛い女の人はどっかで見ててほしい。見ててほしい。なんかめっちゃ可愛かったからあの方を知らないなんてって思ってます。私どこで見たんやろう。ビオほぼ毎回せやねん言ってる。ハンガーエッパーやマジで覚えられへんな。毎回言われてるなそれ。せやで、もう一個は何やろな。あっや、密偵だ。なるほどね。そう、わすっきりした。名前ハンジミンさんって言うんですけどめちゃくちゃ可愛いですよね。可愛い、めっちゃ綺麗。だってこうしてここしか出てるのに可愛かったもん。ここ出てる時ハンジミンさんもなんかねえなんか過去ありそうな感じですよね、うん、
私は見てないねんけど、ミオが二十歳って言った人知ってます。おお、ミオに誰がタイプって聞かれたから。あー、3人の中で、ね、そっか、ね、それじゃ覚えてます。ミオ見てすぐ分かったね。うん、狂ってたもんね。二十歳の時何回か見てるし、それだけじゃないから。マスターでも見たし、ね、あ、そうだそうだ、うんうん、そう考えたら指山さんと一緒に出てるな、また。ほんまや。おお、それ以外ないですか。ないです。俺はドラマ見ながら、マイさんあんなに好きって言ってたのに言わんねやと思って。顔見てすぐ分かるかなと思ってたんですけどね。ウニ。え、ウニさん。パラサイトの家政婦。あー、気づきたかった。マジか。わー、好きって言った人は気づきたいな。僕も気づくと思ってて。あー、ちょっと名前イ・ジャウンさんですけど、本当にイ・ジャウンさん演技はもうね、本当にめちゃめちゃうまいんですけど、今回の演技すごいですね。ジェジュ島の強い女っていう感じのね、時折可愛いのが、うん、乙女の顔もするし、ハンスさんがおっしゃってたみたいに、うん、可愛いしかっこいいし、うん、っていうのがめっちゃわかります。今の感じになった成り行きもなんとなくわかる感じがするぐらいの雰囲気で納得させてますよね、そのキャラクターを。だってあんなファーストキスする人いい。その前の言葉もすごかったですね。キスした。やったのって。確かに。ミオはそれ以外ももうほぼほぼでしょうね。ほぼほぼ。一番感動したのはマザーのお母様は一番うわーってなった。マジで俺もよ。マザー見て印象的な演技を見たやんか、うん、でもそれ以外に見てないけど、ぐんちゃんから聞くともう国民のお母さんって言われてるから、いつかは演技見たいなと思ってたから、今すごい嬉しかった。あ、うん、並んでたで。ほんでねえ。お母さんが2人。そう、あの方も僕らが大好きなね、ナイアルシー、そのドラマでお母さん役で出てたんですよね。マイさんも EXIT で見たことあります。おんぶされてた。おんぶされてた。そうですね。あ、ほんまやほんまや。僕もゴドジスさんが出るのも知らなかったし、キビデさんが出るのも知らなかったんで、しかもまさかこの2人が一緒にいるっていうだけで、僕めちゃくちゃもう満足です。ほんであの2人ももちろんもう何回も言いますけど、すごい過去がありそうな向きなんし、そういうのがあって分かっていく過程とか、そういうストーリーが面白いというドラマかなという感じですよね。あとあれやん、チャスモンさん。ああ、ハンス役の人ね。そうそう、ほんまに昔家で韓国ドラマが流れてたやつで見た。恋はドゥブンドゥブンみたいなやつね。そうやな、うん、私が見たのがめちゃくちゃ昔のドラマなのかな。すごい雰囲気がイケオジに変わってた。イケメンさんからイケオジに変わってたから。ほんで前映画でも見たことあんね。先生、イ先生、おイソン仙人の独占ね。あ、そうそうそう。とはあの女の子のお父さんも見たことあるし。ああ、もう見ながら言ったけど、スリー戦の ER にずっとおった、うん、あのあとね、ウニの学生役ね、うん、あこれはもうまさか自作品続きでね、見るとは。この前見終わったムービングで。そうなんや。そうそうそう。もう一個や、イスの息子。あー、ほんまや。イスの息子、イスやって。なんて言ったらいいか分からんの。パッチワンさんの息子ね。推薦で、これも推薦でね。学生インターンとして出てた。うん、もう内容は本当に序盤の序盤すぎて言いようがないっていうか。このドラマ、うん、今すごい両極端でどっちになるかなって感じ。すごい雰囲気とか俳優さんとか内容的にはすごい好きやと思うね、うんうん、今この 1,2 話見た感じ、うん、でも多分私ハンスさんがどうするかによってめっちゃ好きかめっちゃ好きじゃないかに分かれるドラマやなと思ってる今。めっちゃ俺も見ながらそわそわしてる。ほんまにハンス次第。まあ正直どっちにも描けそうな雰囲気があるから楽しみやし、心の中でずっとしっかりしてくれよって思ってる今。ある意味応援してるハンスを。ボッポに行って何をするのかね。じゃあこの 1,2 話で好きだったし、もしくは印象に残ってるし。私の好きなシーンは体育館にウニがすごい形相で走ってきて。すごい顔でしたね。すんごい顔で走ってきて、でハンスさんがお前も喜んでたやん、シュッってあれ。かっこいい。あんなことできる学生いたんだって。すごい、私ハズレって思って何カッコつけとんねんって思って。
ともう一つがすごい地味なシーンかもしれないんですけど、ウニがお金の心配をしていて、うん、ハンスはもう会社員だからお金ないだよみたいな言って行こうとして、なんかあそこの男気、ウニ様商売人やから、それでも会社員の立場っていうのを考えてて、で、しかもそれが本質を捉えてるというか、あそこが私は素敵って思いました、はい、あのウニがかっこよかったです。私が好きやったシーンはウニの美容院でのシーン最高あれは最高すぎた。ほんまや、それあったわ。ほんまに好き。もう一回みたいな一回落ち着いて、いやいやみたいな45坪の缶オケ入れたからな悪口のレパートリー最高に面白くてウニの悪口のレパートリー、この作品で何個出てくるかすっごい楽しかったその前の接触事故を超出して縄跳びしてやろうかみたいなほんまに最高あと印象に残ったシーンで言うと、すごいハッとさせられたシーンなんやけど、同窓会が昼からやみたいな話があって、どういうことやろ、みんな酒好きなんかなとかって思って出たら、やっぱみんながね早朝から働き出す仕事やから、昼から始まってもう夕方には帰るみたいな、うん、あ、なるほどなぁとハッとさせられたシーンあったから、うん、すごい印象に残りましたね。僕ですけど、まずもう全部これ今 1,2 話見てずっと思ってるのは、この俳優さんたちのジェジュド方言の演技がめっちゃ新鮮なんですよ。それがまずめちゃくちゃ印象に残ってます。まあもちろん僕がジェジュドの人ではないから、あれのレベルがどれぐらいかは分かんないですよ。分かんないけど、もうすごい応援してんなと思ってます。その中でもイベノさんのいろんな方言の演技見てきたんですよ、いろんな地域の。でもとうとうジェジュドの方言まで演技してんねやっていうので、さすがやな、素晴らしいなと。あと印象に残ってるのは、さっきも言いましたけど、国民のお母さん、このお二方が同じショットで見れるっていうのは僕はもう感服です。うん、今後もあのツーショットは結構見れそうな感じやったもんね。確かにね、うん、なんかお友達みたいな感じのね、うん、二人やったし。じゃあこれでもうサファリ中のサファリ1、2話まで見ましたけど、いやこの次3話、4話になるんですけど、ハンスお願いっていうそわそわしてるから、一体途中に転ぶのか。私が気になるのは、あの同級生が仲悪い理由が一番気になるトイレで行けなかったしね。そうそう、あれが一番気になるしかももっと複雑なのが、その子供同士はめちゃめちゃ青春してるやんか。現代版ロミジュリアンだから本当にいろんな人間見あふれるいろんな事情が、人生が見れそうな感じなんで、本当に楽しみですね。じゃあ次回の3話4話の動画も楽しみに見てください。じゃあイボンヨンさんヨギカジゴヨジョヒヌンとタンヨンさんへそペッタラオゲスンギだ。はい、ハナルーセシセヨー。この人ですけど、名前はマイさん聞いたことあるんですよ。この人がキム・ウビンさんなんですよ。ビン、三つの病気。あ、そうだ、あのドッキリで例に挙げてたウォンビン、ヒョンビン、キム・ウビンわー、出会いました